標準時間帯。時間帯やタイムゾーンや標準時間帯や当時帯とは共通の標準時や常用時を使う地域全体のこと。その地域の標準時や常用時を示す際には協定世界時との差で示すことが多い。コンピュータ向けなどに時間帯の情報を収集している団体として主なものとして以下の3つがある。標準時と採用している地域を 1>, 1日が早く始まる、地域から一覧とした。がついている国、または地域は夏時間を採用している。夏季に時刻は1時間早くなる。また、日付変更線付近では24時間以上時刻がずれる地帯もあるため、その地帯では同じ時刻でありながら、日付がついたずれる。地球上で最も早く新年を迎える地域である。 中国大陸は東西に広がっているが、全土で同じ標準時を使用している。そのため、太陽が南中する時刻は、中国の東端では午前11時頃、西端では午後3時頃となる。また、隣国アフガニスタンとは3時間30分もの時差ということになる。縦に同時刻を並べた。ありがとうございます。